ミュッケは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中央部、ホーゲルスベルク軍の町村である。この町の名前は、ケルト号を起源とする。マッチあるいはマックは、湿った、湿地のを意味する。この地域と結びついて、ミュッケの名前が初めて登場するのは1482年のメルラウ教区の租税リストである。1972年の市町村再編までミュッケ。 という名前の村落は存在しなかったのだが、ホーゲルスベルク鉄道ギー線古田線の駅や、郵便場の地区故障として、ミュッケという名が使われていた。ミュッケは、ウンテラーホーゲルスベルク北西の高度200メートルから350メートルに位置する。この町は、ラーン川の支流であるオウム川及びその、南岸支流であるゼーンバッハ川、さらにその支流であるイルスバッハ川に面している。 ンハイン集落は西に向かってラーン川に流れ込むルムダ川沿いのいわゆるルムダ高地に位置する。その西側の同じ高地にはベルンスフェルト集落がある。ミュッケは北はホムベルク、北東はゲミュンデン、東はフェルダタール及びウルリヒシュタイン、南はラウバッハ、西はグリュンベルクと境を接している。ミュッケは他の多くの町村同様。 ヘッセン州の地域再編によって1972年1月1日に、それまで独立していた12の町村が合併して、成立した。ニーダーイコールオーメンは、人口、約2800人の最大地区である。イルスドルフ地区は特殊な地区である。地域再編まで、イルスドルフ地区の一部は、旧アルスフェルト軍、残りの部分は、ゾルムイルスドルフとして、旧ギーセン軍の一部であった。 これは、イルスドルフが、ヘッセン砲白領のオーバーヘッセン管区であったのに、対して、ゾルムイルスドルフは、ゾルムス白の所領であったことに起因している。この地区が2つの部分に分かれていたことは、現在も、フレンズンゲン集落は、ヘッセン州の地理上の中心点にあたる。ニーダーイコールオーメン地区1971年9月1日に、フレンズンゲンとメルラウが合併して、 新しい自治体ミュッケが成立した。同年10月1日、ヘッケンスドルフ、ルッパー天皇とゼルンドーとシュミッテンが編入された。さらに、同年12月31日に、アッツェンハイン、グロースアイヒエンと、ニーダーイコールオーメンを含むミュッケ、および、ベルンスフェルトと、ベットザーゼンを含むオーバーイコールオーメンが合併して、現在の自治体ミュッケが成立した。 1655年出版のマテウス・メイリアンの同版画に描かれたメルラウヘッセンカッセル砲白、ビルヘルム4世と新しいマインツ大司教ボルフガング・ホンダルベルクは1583年にメルラウでメルラウアー協定を締結した。これは当時マインツ大司教の支配下に止まっていたヘッセン北部のほぼすべての所領をヘッセンカッセル砲白領とする一方、 宝白のアイヒスフェルト地方での権利請求を放棄するという内容であった。ミュッケの町議会は31議席からなる。ミュッケにはサウナを併設した屋内プールがある。この施設は2007年7月に一旦閉鎖されたが全面改装後2010年5月1日にアクアリオームという名前で再開された。ルッパーテンドートとメルラウにある ドイツ赤十字社ミュッケ支部のキリスト教セミナー、会議場フレンズン園法府は、予科施設として利用可能である。また、すべての地区に、地区集会所があり、様々な行事に利用することができる。この町では、多彩なサークル活動が行われている。航空スポーツグループミュッケは、ミーダーイコールオーメン地区のクラッツベルクに、模型飛行機用飛行場を有している。また、 アッテンハイン地区には乗馬ホールやババを持つ乗馬、飛行クラブミュッケがある。ミュッケは町内のアウトバーン A5 号線のホームベルク、インターチェンジや町内を走る連邦道 B49 号線が利用できる大変に交通の便が良い立地にある。アウトバーンのインターチェンジ付近には長距離トラック用の駐車スペースを包含した工業地区アムゴッテスラインがある。また、 メルラウ地区とニーダーイコールオーメン地区には、ホーゲルスベルク鉄道の駅がある。この町には、7園の幼稚園、2校の基礎家庭学校、ニーダーイコールオーメン地区に1校の総合学校と、教育を受けた専門的な人材がいる、ソーシャルステーションがある。ありがとうございます。